お世話になります。一人でございます。最強のブリガロネード今行われてると思いますが、私はですね、視聴者さんたちとともにその最強のブリガロネードをワンパンする方法をね、開拓するワンパン研究会をねやってたんですが、そこで視聴者さんから、いや暇ナッツでもできるんじゃないかというご提案をいただきまして、まあ、実際にやり遂げました。でなんでね、暇ナッツがそんなわざわざ動画にするほどすごいかっていうと、一応アピールしときますと、暇ナッツの種族値は HP30、 攻撃30、防御30、特攻30、特防30、素早さ30で合計180でございます。で一応ね、合計種族値は弱足が175で、暇ナッツよりは若干低いんですけど、スカバイに登場するポケモンの中ではね、暇ナッツがワースト1位の合計種族値となっています。まあそんなね、スカバイにおける最弱の暇ナッツで最強のブリガロンをワンパンしましたんで、その映像をご覧ください。よっしゃ、行くぞ、暇ナッツで潰していくぞ。さて、いけるか。鉄壁積まれて、はい、グッジョブ。大丈夫です、そういうの関係ない。はい、一応甘えるやって、リフレクターやってもらって、準備整えていきます。はい、ガッチリ防御もやってもらって、オッケーオッケー、いいよいいよ、準備整えて、さらにもう一回甘える入れるから、その後に成長やっていこう。はい、あ、で日本バレ、そっか、日本バレやった後にやんなきゃいけないのか。そっか、日本バレ、そう、あ、それまで攻撃されちゃったらきつい。ちょっと待った、日本バレ来たらいける。日本バレ来てから成長しないと。一応ね、それまで攻撃されちゃったらきついぞ。嘘泣き、オッケー、日本バレしてくるから。日本バレ間に合うか、大丈夫か、攻撃されないか、そこは心配。大丈夫か、日本バレ来た、オッケー、ここで行こう、オッケー、成長、反応するかちゃんと、オッケー、2段階上がって3パワーで削れるが、技耐えろ、ストーンエッジ耐えてくれ、急所に当たんな、耐えればいける、オッケー、耐えた、全然耐えてる、嘘泣き、オッケー、はい、これで準備整った、リーフストーム、あとは、オッケー、はい、いけどん、こっから手助け、はい、来た、いけるか、行きます、行ってきます、リーフストーム行け、オッケー、ワンパーマジか、暇ナッツ、マジか、お前でもワンパンできるんかい、ありがとう、こちらこそありがとうございます、皆さん。マジか、いけるんか、余裕だった。成長1回でいけるんかい。マジで。しかも、だってさ、これ、グラスフィールドも貼ってないよ。しかも特製カプセル2個出た。えぐっ。マジかよ。はい、ということでね、見ていただきましたが、今回の暇ナッツの育成方法をね、簡単にご紹介したいと思います。まず特性は夢特性でもない、普通の特性の3パワーで、天気が日本晴れの時、特攻が 1.5 倍になるってやつで、まあそれでもね、種族値的に考えれば45ですので低いんですが、まずそれにして、で技が成長とリーフストーム、他にも全然技を覚えますけど、成長でね、日本晴れの時2段階ずつ攻撃と特攻上がりますんで、でさらにリーフストームは威力130の特殊技ですので、なかなか強い技が実はあります。で努力値は特攻と防御に振っておりまして、性格は特攻が上がって攻撃が下がる控えめな性格でございます。持ち物はね、命の玉で1回成長積んで、特攻2段階上げてからのリーフストームでワンパンすることができます。まあただもちろんサポートするやつは必要でございまして、まあほぼサポートするポケモンのおかげと言っても過言ではないですね。まあ一応サポートの立ち回りとしては、1ターン目は石エンジンががっちり防御、アーマーガーがリフレクター、ブラッキーが甘えるでございまして、それで防御面固めて、でさらに2ターン目は石エンジンで重力をやって、まあこれあんまやる必要ないかもしれないんですけど、まあ一応ね、リーフストームが命中率90なんでやってもらってるって感じかな。一応命中率上がるんでね、まあただそれは暇だからやってる、ターン数が余ってるからやってるっていうところもあります。でアーマーガーで嘘泣きして、ブラッキーで甘えると、でさらに防御面も固めつつ、まあブラッキーも結構やられちゃったりするんでね、そんな感じで立ち回って、で3ターン目は石エンジンで2本バレしてもらって、成長でね、1回で2段階上がるようにして、アーマーガーでさらに嘘泣きして、ブラッキーでも嘘泣きして、これでね、特防6段階ダウンになると思います。で2本バレを確認したら成長を使っていきます。でそこまでは暇ナッツはね、一切動かないで、なぜなら動かなければ相手は攻撃してこないので、ただこれも動かないのがずっと続くと相手が勝手に攻撃しちゃうんで、まあ多分攻撃されてもね、大丈夫だったけど、まあ一応ね、2本バレを確認してから成長を使うのが一番いいかなと。で次のターンにイケドンと
手助けをやってもらって、それを確認したら、リーフストームで行くっていう感じですかね。まあその途中にまたさらにね、嘘泣きもついでに入ってると思うんですが、それはレイドでちょっと意思疎通ができなかった時の場合に、一応念のためやっといてみたいな感じで、一応やってもらってるだけで必要はないですね。だから今回かなり猶予ターンもあるんで、暇ナッツでね、全然成長も一回だけしか積んでないのに、ワンパンすることができましたと。あ、でそうだ、石エンジンを使ってるから特製のパワースポットも効果効いてますんで、まあただそれなくても全然他のバフの方法もね、グラスフィールドもあるし、成長ももっと積めるし、まだまだもっとね、相手の特防高かったりなんか特殊な仕様とかあっても、ある程度は今後もいけるんじゃないかなと思います。まああんま参考にする必要はないと思いますが、一応できたよっていう感じでした。まあただね、こんなやり方は暇な罪人の私以外やる必要ないでしょうね。